extra name. トミーとシーサの二人きりの戦い。いいな。変わりました、トミーさん。そうですね、今回もう、はい、そのトミーとシーサの二人きりの戦いは、はい、前回まで一応終了ということで、皆さん、はい、今回から番組リニューアルでございます。よいしょ。はい、というわけでね、まあこれまでは私シーサとトミーさんだったり、はい、まあトミーさん不在の時は、まあ、店舗長の方に来ていただいたりということでね、深夜や天休日に収録してまいりましたが、なんと今回から、はい、3人での戦いになります。おー、これはまた新しい。新しいですよね。新鮮な感じですね。はい、はい、早速来ていただきたいと思います。平山さんです。よいしょ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いや、いきなり登場してちょっとこの雰囲気にね、ちょっと何なんだっていう感じになってると思いますけれども、はい、大人がいっぱい。そうなんですよ、大人がいっぱいいるんですよ。はい、あの店舗関係者の方も制作の関係者の方も結構いらっしゃるんですけれども、ね、はい、基本的にこちらの番組はですね、はい、キコーナグループの天休日や閉店後を利用して撮影を行うというものになっておりますが、はい、今後はですね、まあ状況次第で営業中のお店にお邪魔することもあるかも、うん、なんていう感じですね。楽しみ。はい、さあというわけでですね、うん、今回から3人のバトルではあるんですけれども、基本的には僕と平山さんが出玉勝負をして、はい、それを視聴者の皆様に当てていただくという企画になってます。でこちらのバトルは動画では前編と後編に分かれて配信します。その前編の配信が終わってから後編の配信がスタートするまでの間に、概要欄の方に説明してありますけれども、応募を受け付けて、なんと見事そのどっちが勝つかを当てられた方にはアマゾンギフトカード5000円分相当プレゼントとなってます。素晴らしい。はい、そしてですね、はい、僕が勝った場合は5000円分のアマギフを抽選で1名様に、うん、で平山さんが勝った場合は1000円分のアマギフカードを抽選で5名様ということなので、まあ当選者もこうどっちが勝つかで変わってくるということですね、うん、はい、じゃあトミーさん何するのっていう話なんですけど、そうですね、そうなんですよ、はい、トミーさん、いらない、いやそういうわけではない、めちゃくちゃ重要なんですけど、はい、トミーさん忙しいじゃない。あ、いえいえ、確かに、ということで、はい、メインは僕と平山さんと戦って、まあ、基本的にいらっしゃると思うんですが、トミーさんが来られるときにはどちらかに応援としてつく、うんうんうん、もしくはどちらかに邪魔者としてつく。なるほど。これはトミーさんに決めてもらいます。どういうことかっていうと、出玉バトルじゃないですか、はい、でトミーさんがじゃあ平山さんの応援につきますって言った場合は、平山さんの出玉とトミーさんの出玉のトータルと、めちゃくちゃ有利じゃない、僕一人で。そうなんですよ、めちゃくちゃ有利なんですよ、うん、でじゃあ邪魔でつきますと、じゃあ審査に邪魔でつきますとだった場合は、はい、僕の出玉引くトミーさんの出玉対平山さんの出玉ってことなんです。なるほど。だからこれ言ったら視聴者の皆様に当ててくださいよっていう、そういう企画になってます。まあパチンコ勝負でもスロット勝負でもいいかなと思ってて、あ、どっちでも、でそれをなんかこう誰かの一存でバッと決まったらちょっと公平じゃないなということでですね、 なんとルーレット用意してもらってます。おお、見てください、アプリのルーレット、ほんとシンプルですね。シンプル、めっちゃ、ね、これほんとガチですね。はい、じゃあ押してもらっていいですか、真ん中スタート、はい、スタート。お二人が決められるわけですね、こうやって。あ、もういいのかな、大丈夫です。パチンコになりました。パチンコ対決、パチンコ勝負ということで、これからじゃあパチンコ何打つかを決めて、実戦スタートとなります、はい、じゃあ早速トミーさんは今日どちらにつきますか。いや、ポジティブでね、初回ですし、まあもちろん今までシーサさんと仲むずまじくやってきたっていうのもあるんですけど、はい、仲むずまじくやれたかどうかちょっと僕は結構バチバチやってましたけど、ね、ですけどまあでもやっぱりね、こんな家出少女のような平山さんを一人にするわけにはいかないですよね。今回は平山さんを応援するという形で使わせていただきたいと思います。なるほど、ね、はい、やった。ちょっといきなりこれ不利じゃないですか。そうですね、もう多分これこっち勝ちますよ。ちょっと待って、でも分かんない、お荷物かもしれない。いや実際そうなんですよ、うん、もうね2時間当たりなしとか余裕になりますね。大事なこと言うの忘れてた、これ2時間勝負なんですよ。だから機種選びも結構重要で、出玉勝負じゃないですか。だから2時間で、うん、間違いなく当たりが引けるっていう棋士行くのか、もう一発当たれば勝ちだよっていう棋士行くのか。じゃあ出玉ですよね、定まじゃなくて表示上の出玉です。あ、それならもう当たったもん勝ちってことですよね。当たったもん勝ちです、はい。
さあというわけで今回から新番組始まります、チョイスインデックスやっていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。さあそれでは機種が決まりましたので、第1回目はパチンコ勝負でスタートしたいと思います。ユニコーン対決にトミーさんが平山さんのサポートでマクロス、はい、マクロスフロンティア4ですね。はい、そうです。はい、売ってます。じゃあ行きましょう。イエス。よーい、スタート。スタート。頑張ります。久々打つな、ユニコーン。いつぶりですか。いつぶりだろう。まあまあですかね。じゃあ全然打ってないですね、最近。それは何ですか。稼働が高いから、取れないから。いや、なんか打つ機会がなくて、あんまこう打ちたいともならないみたいな。うん、ちなみにこれ10月4日からホールにリリースされてるんで、はい、まだまだ最新、本当の最新台なんですけど。いやー、それは私マクロスめっちゃ打ちたかったんですよね。めっちゃ甘くて、今のところね。甘いんだ、なんかすごい甘くて、みんなすごい負けた話しか。いや、そうそうそうなんですで、私とシーサさんも実際シダで打ったんですけど、うん、その時も全然当たらなくて大丈夫かと思ってたんですけど、蓋を開けたらね、むちゃくちゃ甘くて。ほえー、なんかこれ伊達天のファイナルジャッジみたいなもんじゃないですか。ああ、そうですね。それを2回か3回かっていうようなゲーム性になってますから、なんか引ける気がそうですね。あの平山さんと僕一番最初に、はい、そうですね、お仕事させていただいたのは、はい、実はあの私がまだあの店長の頃でして、キコーナー森口店というところで、はい、あのグランドオープンの店長させていただいて、行きました。はい、でそこで崖っぱちっていうね番組で、はい、吉田さんとかと一緒にいらっしゃって何回かご来店いただいて。結構前ですよね。めっちゃ前ですね。なんか崖っぱち最近、はい、もう寝台の時しかやらなくなっちゃって。あ、なるほどなるほど。そうなんです。吉田さんに会ってないですね。あ、なるほど。いやー、よかったです。トミーさんと平山さんが結構まあ仲良さそうに話してるので、初回なんでね、やっぱり喧嘩しちゃいけないと思うんで、応援で入ってる以上仲良くしてくださいっていう気持ちです。ただこれトミーさんが邪魔を選択した場合は多分結構言い合いになると思うんですよ。多分僕の方に来るとき邪魔じゃないですか。もう最初から邪魔って言うと思うんですよね。最悪ですよ。だからパチスロ勝負で2400枚両方出したらゼロですからね、結果ね。ちなみにですね、今まで平山さんと、まあ、パチンコ、スロット、まあ、あとボートレースとか何回かこうやってるんですけど、多分全部平山さん勝ってるんですよ。それぐらい一緒の時は負けてなくて、ものすごい強いイメージですね、僕の中で。しかもなんか平面と勝つじゃないですか、わーきゃー言わずに。それがなんかね、ちょっと男らしいとこもあるなという印象です。なんもないですね、今のところ。そうですね、トミーさんに何か期待しちゃダメですよトミーさんは何にも起きないですからね。あー、そうですよ。はい、でもなんかガロで16連したって、はい、あ、信じちゃダメですよトミーさんは。どういうこと。トミーさんなんかね、やってもないことをツイッターでつぶやいたりするんでうわー、ちょっとそれは、はい、ゲンさんで5万発出ましたって1回ツイートしてるんですけど、嘘なんですよなんでそんな嘘つくんですか。そんなことない。嘘じゃないですよ。いや、トミーさんでも1回あったでしょ、ゲンさんで5万発出ましたって。あー、はい、あれは嘘ですねなんで嘘つくんですか。いや、あれはエイプリルフールなんです。あー、はい、やばいですね。もう30分今30分ぐらいです。30分まあでも今売ってる機種は全てセツナで出玉パッと出ますから大丈夫です。確かに確かに、セツナ、はい、あんまセツナって言ってる人聞いたことないおお、よし、ギジさん、あ、あ、どっちだ今入賞時ですよね。あ、先読みしてる。あ、先読み入ってます。
ヒロイン演出役もあ、金だ。嘘、これは当たるやつ。これ青とか見てみたいですけどね、見たことない。よし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 、レバブルは絡んでないですけど。あー来た、レバブル来ました。やばい、当たるやつだな。え、金じゃないですかこれ。これでもね、まあまあちょっとね、あー弱い弱い、ちょっと弱いっす。お、めっちゃ金じゃないですか。激アツなダイブ、2人とも当たりそう、はい、いけるいける。バブルカスタムやってますんで。いや気持ちいい、これ。うそ、あのユニコーンシンボルの金ってめちゃめちゃレアじゃないですか。あります、これは。あ、まだまだ大丈夫です。あー、どうかな。トミーさん真剣だ。当たりそう。当たりそう。当たりそうです。こっち当たりです。こっちは当たりです。こっちも当たります。ちょっとあれ、ちょっと弱いな。何やろう。ちょっと怪しい。怪しいですね。危ないですね、これは。でも敵なんで外してもらった方がいい。ねえ、書いてましたよ、でも。こういうので当たってくれたらめっちゃ嬉しいねんけどな。あかんか、あかんな、あかんな、あかん、ダメそうです。あらあら、うん、まあ大丈夫です。トミーさんこっちが当たりますんで。いやー、なんかまあカスタムしてるんでね、当然何も起きないの当たり前なんですけど、来た瞬間こんだけ気持ちいいのかっていうのを感じますね。やばいですよ、シサさん当たっちゃう。まずいまずい、もうこれがラッシュ入って出ちゃったら2人でも追いつけないかもしれない。確かに。でまだラッシュ入ってないから。そうそうそう、そっからっす。 60% ですよ 60%。 まあね、入んない入んない、取りますって。そんな簡単じゃない、そんな、うん、そうですよ。ランプを教えてあげた方がいいですよ。いらんこと言うな。いらんこと言うな。なんか当たった時にランプで分かるらしいんですけど、僕はそれを言わないでって言ってるんですよ。当たった瞬間がっかりしたくないんで。いけ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 、わあ気持ちいい。これでもかっていうぐらいブルブルしてますね。キーポイント演出でいうと頂上対決と可能性の獣というところが2つ絡んでますね。うわー嬉しいなー、いくぞ。はい、当たりましたよ。はい、焦ってください、あと1時間ちょっとしかありませんよ。まだ入ってないから、まだまだまだ、そうまだ。さあ、あとはあとはラッシュ取れるかどうかです。お願い、あー白かー。まあまだ消化中の演出がありますんでね。結構ラウンド中に決まることが多い印象です、うん、僕は。8です、8、 8、 8、 8。あ、切れるパターン、切れるパターン。切れない。 あとはラウンド中か。
さあ行くぞ。僕はこれ決めないとちょっと次当てれるかわからないんでね、頼むぞ。6割おーいけいった。マジか。さあお二方頑張ってください。やばいですよ。やばい、めちゃめちゃここからハイスピードで出玉を重ねていきますよ。多分前編後編に分けるとしたらこのラッシュが終わるか終わらないかぐらいで前半終了だと思うんですよ。でも2対1なんですけど、これどっちが勝つか分かんないですよね。当たった。これなったら平山さんとトミーさんの2人相手にも僕可能性ありますんで、あの僕の勝利で予想しても全然いいと思います。さああと1回当てれば超高速覚醒ハイパーです。おお、3連目あれ、なんかさっきまで結構楽しそうに打ってらっしゃったのに意気消沈ですか、早くも。いやー、肩が当たるとね、なんかこうテンション下がりますよね。ほら、もう分かりやすい。3連目です。わあ、すげえ。素晴らしいですね。これだけでも出玉スピードは割と速く感じるんですけど、ここからがすごいですからね。3連続勝利達成でございます。じゃあもう勝負決めましょうかね、ここからね。いきます、いくぞ、バンバン当てるぞここから。はい、4連目。早っ早っ。お二方、はい、残り1時間です。残り1時間です。まあまあ、マクロス当たり見たい。いやいや、大丈夫ですよ。あの本当に当たり、あのこういう勝負は刹那ですから、はい、うん、刹那めっちゃ刹那って言われるじゃないですか。本当にもうこんな機会ですから大丈夫。え、ちょっとじゃあ私もマクロス打とうかな。帰る、帰っちゃう。当たり見たいじゃないですか。なるほど、まあまあそうですね、はい、私もじゃあマクロス打ちます。あ、こちらですね、はい。5連目でございます。ありがとうございます。ではマクロス、はい、私もちょっとどうしても当たりが見たいんで、ちょっと助っ人があんま役に立たなくてまあまだ分かんないですけどね、まあ、まだ1時間ありますから、うん、そうそう、どっちか当てられるように頑張りたいと思います。ただやっぱユニコーンも強敵なんで。いや、そうですよ、ね、2人で当てるしかないですよ、これ。6連目、忙しい台ですね、すみません。うわー、ちょっと、うわー、ピンチー、ピンチよ。頼む、せめて1万発は出しておきたい。お願い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 。うわー、終わった。あ、怪しい。終わっちゃう、終わっちゃう。7950、まあ、まだありますからね、保留が、残保留が。残保留 10% ないぐらいですよね。まあ約8000発というところですね。1
1万届かなかったか。ダメか。約8000発です。いやまだいけますよ、はい、それは食べて。全然全然いける、全然いける。はい、終了です。まだいけるぞ。8000微妙だな。一発当てたら逆転されるもんな。8000なんていけますよ。いけますよ。当たれば。当てろ当てろ、その前に当てろ。当たっちゃえばもう8000なんかも。それ当てて2分1なんで、まあまあハードル高いっすよ。 あえてそっち行ったんですね、平山さん。いやもう当たりが見たい。あ、当たりが見たい。全然当ててくれないんで。確かに何も言えねえ、うん、本当にどっちもどっちやけどね。あともう残り1時間切ってますので、はい、当たりが見たいだけだったらどうぞあのライトミドルとかアマデジの方行っていただいても大丈夫です。あの8000発なんで2人で4000発ずつ出せばいいし。確かにライトでもいい気がする。なるほどな。どうします。ああ、いやこの辺り見せましょうよ。どうせなら頑張って。ちょっと自信なくなってきちゃった、ね、ちょっとね、うん、それはあります。ちょっと今私トミーさんが16連ガロでしたの疑ってますもん。写メ見せましょうか。ちゃんと撮ってますからね。おかしいなこれ、ほんま。そんな出たことない気がしてきました。自分もね、おとついほんま出したんかなっていうね、夢見とんちゃうかな。夢だったかもしれない。財布なんか確か、なんか少なかったしなと思って。もう間もなく確率に近づいてまいりました。あら、はい、当てましょう早く。大丈夫ですよ、確率あたりで大体ちょっとね見せ場来ますからね。本当ですか、はい、見といてください。大丈夫です。おーし、あ、あ、あ、これちょっとええんちゃう。あ、まだかな。あ、弱い。あ、これラインアップしていくやつでね、ビーチライン増やすやつ。まあ三協さんであるあるですよねこれね。ユニコーンでもあるし。あ、まあまあ増えてきてる。おお、これいけんじゃん。ファイブラインアタック、おいったやろ。やったったね。デカルちゃん、まだまだ。トミさん、トミさん、そこからが大変よ。まあ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 、そこからが大変よ。デカルちゃん、イエーイ。うるせえわ、はい、うるせえわ。ちょっと静かにしてもらえますか。すいません。まあまあ冷静にいきますよ。まだまだです。他のお客様のご迷惑になりますんで。ほら見てください、平山さん、ほら本当だ、ちょうど確率、ね、いよいよ確率なんですよこれは。あー、よかった、とりあえずよかった。